新総裁予想。あ、自民党新総裁予想ということでですね。はい、岸田さんです。ちょっと待って、ちょっと待って、終わりもう、こんな書いてあるのに岸田さんです。もう終わり、岸田さん、すいません、岸田さんです。そうでしょ。まあ、マジで最近誰が新総裁なのってめっちゃ聞かれるんですよ。いや、みんな聞くでしょ、それは。気になるんですよ。めんどくさいんで説明したいと思います。じゃあ、気になる人は動画見ようというか、はい、はい、どういうからくりなのかっていう、教えて、教えて。はい、まず、立候補されてる方、今4名、出てております、岸田文雄さん、高市早苗さん、河野太郎さん、野田聖子さん、一応、それで本日、収録が、9月の16日になっておりまして、告示日の前日になっておりまして、野田聖子さんはまだ正式な、立候補はしておりませんけども、一応立候補するのに20名必要っていうふうに言われておりまして、一応そこの目処は立ったんじゃないかなっていうふうに依頼報道が出ております。ただ野田さん、今まで過去3回立候補しようとしていて、この推薦に20名集まらなくて断念したっていう経験がありましたので、まあ、今回もみんな信じられてないというか、ニュースソースが出たとしても信用できていないというか、本当かよっていう感じで、ね、本当かよっていう、本当ね、ワールドカップ優勝を公言している本田圭佑さんみたいな。いやいや、いいよ、そんな感じで引き合い出すな、そのような扱いでございます。で、今回出るのか出ないのかっていうのも、まあ、動画出てる頃には分かるかと思うんですけど、はいはい、という感じです。で、ちょっとルールを説明したいと思います。はい、はい、まず1回目の投票で言いますか、国会議員票、自民党の国会議員383人、はいはい、1人1票を持っておりますと。で、あと自民党の党員票、4000円払ったら党員とかになれるんですけど、すごい。そうです。で、これ、2年間とか納めてないといけないやつがあって、今から、払ったとしても間に合いませんよっていうやつなんですけども、ね、これが383票、国会議員票と同じ票数になります。で、383がこれ4人と振り分けられていくとか、ドント式によって、得票数のうちでどんどん振り分けられていきますよっていう感じでございます。で、これ過半数取ったらもう決まりです。おー、はいはいはい、当然です。一発で、はい、はい、1位の人がこれ過半数超えなかった場合、これ決戦投票ということになりまして、1位対2位の戦いになっていきます。はい、で、国会議員票のやつ383票になりまして、この383票の党員票が決選票の時は47票になります。あ、やるんだ。都道府県票というのになりまして、1都道府県1票持ってるみたいな。あ、そうなんで、例えば岸田さんは広島県出身なんで、おそらく広島県は多分岸田さんに入ります。あ、だからアメリカの大統領選みたいなことだ。あ、そうだ、アメリカの大統領選みたいに。アメリカの大統領選は1つの州でなんか40票とかですね、一気にどんなんですけど、1票しかないっていう。ああ、そっか。で、逆に言うと、東京でとなんかめちゃくちゃ人数多いけど、富山と一緒に。ええ、富山とも引き合い出すんだから。引き合い出すんじゃないよ。富山で一緒になっちゃうっていう。そうなんだ、ね。はい。で、1人、1つの都道府県で1票持ってますと。はい。で、カラス216なんで、これ議員票の占める割合が高いです。はいはいはい。っていう感じです。はい。じゃあ、流れです。はい。1回目の投票ですね。1位河野さん、2位岸田さん、3位高橋さん、4位野田さんになると思います。はい、で、決選投票で岸田さん対河野さん、これ過半数いかない。1位対2位でね、はい、多分過半数河野さんいかないです。いかないから、ね、はい、で、高橋さん票が岸田さんにいきます。おお、はい、で、ウィナーっていうね。野田さんとはそんなに関係なく、野田さんはもう無視していい。いやいや、やめろよ。じゃあ、ここでちょっとより細かくお話ししますと、まず河野さんはもう圧倒的にここの党員票を稼ぎますと。うん、あ、ここね、党員、党友に調査。そう、自民党の党員、党友に調査したら日テレさんが出してると思いまして、まあ、河野さんが一番人気で、2番が石破さん、で、3位岸田さん、4位高市さん、5位野田さんでしょ。で、15% 分からない方がいるんですけども、で、しかもこの 21% 出なかった石破さん、うん、これが今回河野さんにつきました。ああ、そっか、やりますって、応援しますって。そうです。で、小泉進次郎さんも、つきますよ。おお、だからこう自民党内のもう三大巨頭がもう一気に河野さんを応援するんですよ。すごいじゃん。一気にこの党員票を稼ぎます。はいはいはい、ただこの石破さん票がそのまま河野さんに行くのかっていうのはちょっと定かではないっていう。あ、割れるかもしれないけどね。ですし、あとここは今後の総裁選の期間で、まあ、どんどんこのイメージとか失言とかも出てきたりとか、この人もっとなんかすごいいいなみたいな、急にこうなんか仕掛けみたいに出てくるかもしれないので、はい、ここはどんどん変動してくる可能性がありますよっていう部分でございます。で、さらに
今回国会議員票はどう動くのかって、まあ、岸田さんが有利っていうふうに、まあ、国会議員票を稼ぐんじゃないかっていうふうに言われておりますと。で、高橋さん、安倍さんがついているので、そうですよ、ね、安倍さんの息のかかった議員は結構もう高橋さんに行くようになります。はいはいはい、一応、その決起集会みたいなのがあって、70名以上行ったんじゃないかっていうふうに言われております。で、河野さんは割とこう議員さんにちょっと嫌われている。嫌われてんだ。結構敵が多いっていうか、あの結構あの脱原発とか、あの女系天皇の問題とか、はいはいはい、こう自民党の支持者からするとこう許せないような政策みたいな、結構ね、相反する政策とかやっちゃったりしてるんで、あ、微妙かなってところなんですけども、今回ちょっと追い風がありまして、うん、選挙近いんですよ。あ、衆議院選挙が近いん で、 でそう考えた時に、じゃあこう今こう当落戦場というか、うん、こう例えば立憲民主党とこうどっちかみたいな候補者さんとかって、うん、理念よりも次自分が選挙に勝つには誰がいいんだろうっていうふうに考えて、まあ、投票しやすい、自分の信じてるやつと近い人というよりは、なんか誰がリーダーだったら写真の下に来る人がこっちの方がいいなってことね。家のポスターとかねあるじゃないですか。だから今までみんな菅さんのポスター貼ってたんです、自分と菅さんのポスター貼ってたんですけども、はいはい、ね、菅さんがこう人気なくなった途端に急に河野さんに貼り替えてる人とかめっちゃいるんですよ。そうなんですよ、はい、岸田さんとかの、岸田派の人でも河野さん貼ってる人とかも、そうなんですし、やば、そうなんですよっていう、で、まあ、河野さんに、まあ、選挙前っていうのですごい追い風になってます、はい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 、で一応3人議員もいますので、うんうん、この人たちはあんまりこう、あんまりその影響を受けないといいますか、うん、はい、別に河野さんに言える必要がない、選挙が近くないから、ここでだから、まあ、ちょっとこの今回4人も出てるっていうのでカラスいかないんじゃないか、割れやすいのね、それが。そうなんですよ、はいはい、河野さんからするとマジで野田聖子出るなっていう、あー、割れさせてくれるなと、なんで出てんだよ、どうせ勝てないのに、いどうせ勝てないのに出るなよっていう、あ、本当に許せないと思う。多分あの河野さん多分死ぬ時走馬灯で野田聖子の顔出てくる、なんでだよ、本当にそんなレベルで、じゃあ、ま、妨害でしかない、妨害とか言うなよ。でこれね、あの、うわ、あの、まあ、野田聖子さんが自力で集めたっていう説と、うん、あとあの野田聖子さんのこれ20名、うん、今まで集められたのなかったのに、なんで集めたのかっていうと、こう安倍さんが裏で動いたんじゃないかっていう噂もあります。いろいろあるんだ。そうなんですよ。だから安倍さん的には河野さんになるよりは岸田さんになってくれた方がいいっていう、あ、そうなんだ、考え方。だったらこうまず1回目で決まんないようにしたいと。まあで割れさせたいかなってことね。そうです。貸したんじゃないかっていう説もあります。はい、だってそれこそ二階さんも何名何人貸せばいいんだとかね、そうです、みんな何人貸せばいいんだじゃねえよってあれ何なの、貸し借り貸し借り、人を貸し借りすんなよあれ、人は貸すもんです、違うよ、聞いたことないもん、人は貸すもんです、聞いたことない、変な名言落とすな、でまあ決選投票になって、うん、まあ、最終的にこう、まあ、いろいろ人事とか調整してくれる、まあ、岸田さんになった方がいいよねっていうことで、まあ、岸田さんが勝つんじゃないかっていう、過半数を取るとふうに言われております。だから野田さんが出なかったら、もしかしたら河野さんがこう何か途中で仕掛けて、あ、党員票で一気にとか、あとはそのやっぱ選挙勝ちたいっていう、うん、勝ち馬に乗りたいっていう議員心情みたいなのがあるんで、はいはいはい、河野さんが取るんじゃないかっていう可能性もあるんですけど、多分おそらく岸田さんになるかなっていうところですね。強く大きく出たね、はい、ということで、お菓子謝罪するのかどうか、確かに予想当てるかどうか、はい、お楽しみください。